戸田勝成は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。通称は、繁栄門、武蔵守で、戸田武蔵守の将でも知られる。意味名は、重政、勝重とも言う。出自不明。兄に、戸田勝隆がいる。はじめには長秀に仕えた。信長からは首謀を許され、三十六飛将の一人に数えられている。天正十年、長秀で、 山崎の戦いに参加。天正11年の静ヶ岳の戦いの後、長秀に従って越前国に侵攻4月21日、長塚正家や村上義明、桑山茂春らと柴田勝家勢を撃破して北の正城に退かせた。長秀が越前国に放されると、同国吉田軍松岡城2万5千国に封じられた。 天正十二年の長久手の戦いの陣立手書では、青山宗勝、勝成、大田和義、大島運やらが、庭勢の先手を構成し、勝成は千名を率いた。天正十三年、長重の代になって、庭家に内紛があり、家臣の大量離脱が起きたのを機に、豊臣秀吉の家臣となったとされる。この時、富山の役の前に、庭家臣、成田道徳が、 笹成政と共謀したと密告したのは、勝成と長塚正家であったと、庭家府、古昇る岡三州市は伝えている。秀吉の家臣として、越前国安和は軍安居城主に封税られた。天正十五年、九州の役に従軍。天正十八年の小田原の役では、秀吉本人の脇備えとして、三百期を率いた。文元年の文の役でも、名古屋城に、 中遁し、秀吉本人の前備えで、同じく三百名を率いた。文禄三年、伏見城の不審を分担。この当時、治療は一万国。慶長三年八月の秀吉の死により、金子五枚を受領。慶長四年に一万国を加増され、合わせて二万国を領した。慶長五年、関ヶ原の戦いにおいては、石田三成に共鳴して西軍に組みした。 はじめ、北国口を守備していたが、東軍が迫ると、大谷義継の配下の北国州の一つとして、美濃方面へと移動した。大垣城の軍議で野戦に決すると書将をこぶし、本戦においても、平塚亀広らと共に、大谷隊に付属して、松尾山に、陣から小早川秀明が離反して攻撃してきたのを一時、押し返すなど奮戦したが、同じ北国州の脇坂安次。 くつきもとずな、赤座忠だ小川助忠の四体が寝返って側面から攻撃してきたために、攻撃を受けて壊滅した。混乱の中で、勝成は、小田浦くさいの長男、小田長高隊に捕捉されて、戦闘となり、長江の槍を頭部に受けて撃たれた。これが長江ではなく津田信成であったとする遺説もある。部下時期では、勝成と長江が、槍合わせをしている暇に、 長江家臣、やたた平が勝成の左のあぶみを外して馬から引きずり落として組伏せ、別の長江家臣、山崎玄太郎が勝成の首をかき切るところに、信成家臣、玉木衛門が割って入って首を奪おうとしたので、二人は喧嘩になって相打ちになった。勝成の首は長江家臣の歌詞が運んで家康の元で首実験となったとしている。なお、裏区、 信成は共に勝成の友人であった。三年前の慶長二年四月二十二日に三人は家康邸で一座を共にしている。武功雑記によれば、勝成は当軍の初大名にも信仰のある者が多く、その死を聞いて皆涙したという。関ヶ原では着難内記も同じく内死にしているので廃絶となった。越後村上藩初大藩主。 村上頼勝は、段家府において、村上の雄の娘と、戸田武蔵守氏重の子であり、外祖父であるの雄の養子に入ったものとされている。また二代目、藩主、村上忠勝は、戸田内樹と、村上頼勝の娘の子とも言われている。関ヶ原の戦いで、織田長田川和和成を討ち取る子を挙げた。徳川家康の前での論考交渉の際、 長皇が勝成を打ち取った際に使用した槍が披露されたが、家康家臣が誤って槍を取り落とし、家康は指を負傷した。家康は、この槍は尋常の槍ではない。策は村政であるか。と聞き、倉庫は、村政の策であると答えた。退出した倉庫は、近所から、徳川家と村政の因縁を聞き、ナイフのお味方である自分が村政を使うべきではないと。 槍をみじんに砕いた。この話は、妖刀などと呼ばれ、徳川家に災いをなすと講談で語られる、村政伝説の数あるうちの一つとなっている。ありがとうございます。